こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画では今僕が着ている G ジャンというアイテムについて解説をしてみたいと思っています。皆さんもですね、人生で一度くらいは G ジャンというアイテムを着たことがあるかなと思っています。まあ、僕自身もですね、 G ジャンというものにハマっていた時期があるんですね。もう結構昔になるんですが、僕が中学校2年生から3年生ぐらいの頃ですね、結構 G ジャンって頻繁に着ていたんですね。まあ、その当時というのは結構ですね、古着ブームだったわけですね。ですので僕は古着屋さんに回ってリーバイスの501を買ったりだとか、あとは上はですね、このような G ジャンなんかを探していたりしたんですね。当時はですね、結構リーバイスの G ジャンも流行っていてですね、ファーストモデルですとかセカンド、サードと呼ばれるような、そういったレアな G ジャンのですね、復刻版なんかも出ていたりして、そういったものを買ったりしながらですね、かなり楽しんでいたのが中学校2年生3年生ぐらいの頃なのかなと思っています。その当時は古着ブームだったので、僕の着こなしとしては G ジャンを着て下は G パンでセットアップみたいなことをすることが多かったんですね。今思えば僕たち世代だとですね、ヘイヘイヘイっていう番組があったかなと思うんですね。まあ、いわゆる音楽番組なんですけど、その中でダウンタウンの浜ちゃんがですね、 G ジャンに G パンという組み合わせをよくやっていたんですけど、まさしくそんなスタイルを僕自身も楽しんでいたのが中学生ぐらいの頃だったかなと思っています。ただそれ以来ですね、なかなか G ジャンっていうものを手にすることはなかったんですね。まあ、G ジャンっていうのは、まあ、メンズファッションにおける定番アイテムではあるんですけども、それがですね、旬に感じられることがあまりなかったので、なかなか手を出さなかった時期が長かったんですけども、まあ、ここ数年なんですけど、 G ジャンというものが改めて再評価されていて、一部のファッション好きの方の間ではまた G ジャンを取り入れようという流れが出てきているので、僕自身もこの2年ぐらいはですね、今着ている G ジャンを愛用しているわけですね。ただこの G ジャンっていうのはなかなか着こなしが難しくて、まあ、昔僕がやっていた G ジャンに G パンを合わせるスタイルだとか、もしくは G ジャンを着てチノパンを合わせるようなスタイル、こういう感じで着こなしを構成してしまうと、どうしてもですね、僕たち大人の世代にはやぼったく見えてしまったりだとか、きれいめの要素みたいなものが感じられないので、あまりバランスが良くないかなと思っています。じゃあどうやって僕たちの世代はこの G ジャンというアイテムを大人っぽく綺麗に着こなすことができるのか、まあ、そういったテーマで今回は話をしていきたいなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本を分かりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。早速ですね、 G ジャンをうまく着こなすコツについてお話をしたいなと思うんですが、その前にまずは G ジャンっていうアイテムの特徴から把握しておくことが大切かなと思っています。 G ジャンっていうのはアウターの中でもですね、綺麗めカジュアル、どちらに属するかというと、これは断然ですね、カジュアルな方向性なんですね。まずは着丈が長いか短いかで綺麗かカジュアルかが変わってくるんですが、 G ジャンだとか MA1 のような着丈の短いものというのはやはり見え方としてはかなりカジュアルの方向なんですね。一方で着丈の長いチェスターコートだとかステンカラーコートというのは綺麗めな方向なのかなと僕は思っています。まあ、G ジャンは着丈が短いというだけでカジュアルに見えるんですけど、素材もですね、このようにデニム素材なので、さらにカジュアルな度合いが強くなるのかなと思っています。そんなドカジュアルな G ジャンというものを着こなしに落とし込むには、他のアイテムで少し綺麗さを足してあげること、これがものすごく重要なのかなと思っています。まあ、今回僕 G ジャンを着てるわけなんですが、コーディネートで意識したのは綺麗さというのを他のアイテムで足すということなんですね。今下に着ているのはこれはですね、ロンティーなんですけども、ワッフル素材のもので、少しですね、凹凸感があってニットのような小綺麗さが漂うものになっています。そして色に関してはホワイトを選ぶことでちょっと上品な雰囲気が出るようにしています。そして下に履いているのはスラックスなんですね。まあ、こういったボトムスに関してはチノパンだとかジーンズ系のカジュアル系ではなくて、綺麗めに振った方がいいかなと思っています。僕はですね、今回ブラックのスラックスで着こなしを引き締めるようにしています。まあ、ブラック以外にもこちらにご用意しているようなグレー系のスラックスで合わせるのも良いかなと思っています。もしくはもう少し気軽に着たいなという場合はブラックジーンズで色を引き締めるのもいいかなと思っています。あくまでカジュアルすぎるようなボトムスは合わせずに、綺麗めなボトムスを合わせるということが非常に重要かなと思っています。そしてもう一つ僕が着こなしの中で意識しているのはサイズ感なんですね。今着ている G ジャンというのは結構ですね、サイズ的にはタイトかなと思います。オーソドックスなサイズ感を選んでいるので、このサイズに対して下もですね、細身のものを選んでしまうと、アイラインといって両方とも細身のスタイルになるかなと思います。
そうすると王道な着こなしではあるんですが、ちょっと今っぽさだとか新鮮さというところが漂わないので、僕はあえてですねボトムスは少しワイドめのスラックスを合わせています。こちらは最近ユニクロ U で購入をしたものなんですけども、基本はワイドパンツになってるんですが、テーパードが効いていて膝下から細くなるので、こういったパンツを合わせることで少しサイズ感というところに変化球を加えてあげると今っぽい雰囲気が作りやすいのかなと思っています。まあ、シルエットでいうと上がタイトで下が緩め、これをですね A ラインシルエットと呼んだりします。アルファベットの A のように上が狭くて下が広がっているようなシルエットなんですけども、こういうようなサイズ感で少し遊んであげると今っぽいスタイルが作りやすいかなと思っています。あと内側に着ているインナーと上に着ているアウターの長さをあえて変えることで、ここもですねサイズ感のギャップを出すことで少し新鮮さみたいなところを意識しています。まあ、こういった着こなしというのは結構簡単に実現しやすいので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。ちなみに今回の着こなしなんですが、実はオールユニクロで構成をしています。今僕が着ているこちらの G ジャンなんですけども、これがですねめちゃくちゃ気に入ってるアイテムで、こちらは2018年に購入したユニクロと JW アンダーソンというですねデザイナーの方がいるんですが、このコラボレーションモデルの G ジャンなんですね。これがですね僕がユニクロでいろんな服を買ってきた中で一番気に入っているアイテムなのかなと思っています。まあ、サイズ感としては一般的なんですけども、かなり作りが凝っていまして、先ほどリーバイスの G ジャンの話をしましたが、まあ、リーバイスの G ジャンって大きく分けるとファースト、セカンド、サードといってそれぞれデザインが異なるんですね。その中でもこちらはサードモデルをベースにしてるんですが、よく見ていただくと分かるんですけども、左右が非対称になってるんですね。まあ、ポケットの形を見ていただくと分かりやすいかなと思うんですが、そもそもポケットの形が違うんですね。そしてよく見ると少しですねズレが左右であるんですね。それがかなり新鮮で、僕自身もですねこの G ジャンにめちゃくちゃ惚れ込んでいるんですね。あとですね後ろもぜひ見ていただきたいんですが、これもですね左右非対称になっていて少しズレがあるようになっているんですね。こういうですねサイドのディティールに凝っている G ジャンになっているので、僕はですねこのユニクロと JW アンダーソンのコラボの G ジャンめちゃくちゃ気に入っています。これがどうしても欲しくて20年ぶりぐらいに G ジャンを手にしたわけなんですが、こういったオーソドックスなものでも着方次第で新鮮さというのは出すことができるので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。今はですねこの G ジャンもちろんお店では売っていないので、ユニクロの定番の G ジャンに変えてもらっても全く問題ないかなと思っています。そして内側に着ているのはこちらもユニクロの定番のですねワッフルロンティーですね。これもですね春先にめちゃくちゃハマってしまって、秋冬にもですね重宝してるんですけども、こちらは多分ですね現行でも買えますので、ぜひ皆さんチェックをしていただきたいなと思っています。そして最後ですね、まあ、先ほどもお伝えしましたが、まあ、今期のユニクロ U のワイドフィットなんだけどテーパードになっているパンツですね。これもですねめちゃくちゃ気に入っています。先日のですねユニクロ U の購入したものの紹介の動画ではこちらのパンツってご紹介しなかったんですね。これはなぜかというと店頭で S サイズを試着をしたんですが、やっぱりウエストがガバガバだったんですね。僕のような小柄の人間には XS がいいなと思って、同日にですねウェブでこちらを購入したんですね。ユニクロの最小サイズってウェブでしか購入ができないんですね。それが届いて実際に履いてみたらめちゃくちゃ良かったので、最近着てることがすごく多いパンツです。このようにワイドパンツを合わせて少しサイズ感にギャップを出すのもいいかなと思いますし、もう少し定番的にしたい場合はですねユニクロのスマートアンクルパンツを履くのも全然いいかなと思いますので、そういった形でトライをしていただきたいなと思っています。はい、ということで今回の動画では僕が愛してやまない G ジャンというアイテムについて解説をさせていただきました。このアイテムはですね決して今っぽいというものではなくて定番的なものなんですが、こういったものであってもですねサイズ感を変えてみたりだとか合わせるアイテムを変えることで今っぽく着こなすことも十分に可能なのかなと思っています。今回の僕の着こなしのようにちょっとですねこういったニットっぽいロンティを合わせてみたりだとかスラックスを合わせてみるのが王道かなと思うんですが、もう一つだけちょっと上級編ではあるんですが皆さんにお伝えしたい着こなしがあるんですね。この着こなしは基本的には秋口にはいいんですけど、真冬になるとやっぱり寒いんですね。そういう場合僕が最近よくやってるのはこの上にですねロング丈のアウターを羽織るという着こなしなんですね。今回はですねユニクロ U の最近購入をしたオーバーサイズコートを持ってきたので、こちらをですね上に着てみたいと思っています。はい、羽織ってみました。どうでしょうか。
結構ですね、このような着こなしっていうのは実はトレンドになっていて、着丈の短いアウターの上にこういったロング丈のアウターを合わせるというのは、まあ、雑誌なんかでもよく見かけますし、僕自身も大好きでよくやってるんですね。今はGジャンを合わせていますが、レザージャケットの上にコートを羽織るような荒技もですね、僕はたまにやったりしています。長さの異なるアウターをこのようにミックスすることで、だいぶですね、新鮮な見え方になるかなと思っています。まあ、特にですね、今回はこちらのですね、ユニクロ U のオーバーサイズコートがすごく仕上がりが良くてですね、重ね着するにはめちゃくちゃいいシルエットかなと思っています。まあ、かなりゆったりめなので、こういった G ジャンの上に重ねてあげても全然窮屈感がないので、非常に使い勝手がいいかなと思っています。ですので基本的には秋口はこの G ジャンをメインとして着こなしをして、今年の冬はですね、このようなレイヤードのスタイルも楽しみたいなと思っています。まあ、このように僕たちがちょっと懐かしさを覚える G ジャンでもですね、さまざまな旬な着こなしができますので、ぜひ皆さんもお試しいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。